アメリカ合衆国憲法に署名する、ヨースバイ、ハワード・チャンドラー・クリスティ・フィラデルフィア、憲法制定会議、フィラデルフィア憲法制定会議、A、フィラデルフィア・コンベンション、その他、コンスティチューショナル・コンベンション、フェデラル・コンベンション。グランド・コンベンション・アット・フィラデルフィア等とは、1787年5月25日から9月17日までの間に、 ペンシルベニア州フィラデルフィアで開催され、イギリスからの独立後に連合規約下で運営されていたアメリカ合衆国を統治するための問題を同義した会議である。当初は連合規約の改定のみを意図していたとされるが、その提唱者たち、とりわけ中心となったジェームズ・マディソンとアレクサンダー・ハミルトンは当初から現存する政府を 修正するのではなく、新しい政府を創設することを意図していた。会議の結果は、アメリカ合衆国憲法となって結実した。この会議は、アメリカの歴史の中でも、中心となる、出来事の一つである。アメリカ合衆国憲法が起草される以前、13、植民地は、第二次大陸会議が制定した、連合規約のもとで運営されており、 結果的に合衆国政府が解決できないような国間の深い亀裂を生んでいた。1786年1月21日、バージニア国議会は、ジェームズ・マディソンの提案に従い、メリーランド州アナポリスに各方の大議員を派遣するよう招編して、これら国間の紛争を減らすための方法を話し合った。アナポリス会議と呼ばれるようになったこの会議に、 出席した何人かの国予議員が1787年5月にフィラデルフィアで全国予議員が集まり全体会議で連合規約を改定する方法を議論することを要求するという道義を承認した。憲法を起草した55人の大議員には新しい国の最も結出した指導者たち、すなわちアメリカ合衆国建国の党たちが含まれていた。 この会議の時にフランスにいたトーマス・ジェファーソンはこの大議員たちを阪神の集まりと特徴付けた。ジョン・アダムズもヨーロッパにいたため出席しなかったが大議員たちを勇気づける手紙を送った。パトリック・ヘンリーはフィラデルフィアで君主制に向かっているようなうさんくささを感じたという理由で欠席。ロードアイランド国は会議に大議員を派遣することを拒否した。 印は、アメリカ合衆国憲法最終項に署名しなかったことを示す。1700年代後半、国内旅行は困難を伴ったために、期日の1787年5月14日に現れた大議員の数は大変少なく、定数である7、国が集まったのは5月25日になってからだった。会議は、ペンシルベニア国議会議事堂で招集され、 ジョージ・ワシントンが全会一致で会議の議長に選出された。ウィリアム・ジャクソンが初期官に選出されたが、会議の最も完全な記録として残っているのは、マディソンの1787年の連邦会議における議論ノートである。新しい国家としての政府形態についていくつかの案が提出された。その中でも重要なものは、大型国案とも呼ばれる。 バージニア案であり、これに対抗して小さな国の利益を代表する形で、ニュージャージー案が提出され、最終的には、コネチカット妥協案を概ね採用する形で、成案に導かれた。会議が始まる前に、バージニア国の大議員が集まり、マビソンの思想、作品を呼び、ノートを使いながら、バージニア案、すなわち、大型国案と呼ばれる案に結びつけた。このために、 マディソンは、アメリカが衆国憲法の父と呼ばれることがある。バージニアーンは5月29日に、バージニア国知事エドムンド・ランドルフが提出し、大変強力な任意院制議会を提案した。議会の両院は人口に比例する、大議員で構成されるとしていた。下院議員は住民によって選出され、上院議員は下院によって選出されるものとなっていた。行政府は、 議会の意思を実行することを保障するためだけに存在し、それゆえに議会によって選ばれることとされた。バージニア案は、司法府も創出しており、行政府と司法府の何人かには拒否権を与えられたが、これは覆されることも可能としていた。エドムンド・ランドルフがバージニア案作成を終えた直後、サウスカロライナ国のチャールズ・ピンクニーが、独自の案を会議に提出した。 ピンクニーは写しを出さなかったので、唯一の証拠はマディソンのノートだけであり、詳細は不明である。その案は13国間の連邦あるいは名約となっていた。上院と下院からなる二院正議会がある。下院は住民1000人に一人の議員とする。下院は上院議員を選出し、上院議員は4年間ローテーションで務め、4つの地域に一人の議員とする。 議会は、両院合同会議を開いて、大統領を選出し、閣僚も指名する。議会は、両院合同会議で、国間の論争について控訴審裁判所として、機能する、という案だった。ピンクニーはまた最高連邦裁判所の規定も、備えていた。ピンクニー案は議論されなかったが、詳細委員会では参照された可能性がある。 バージニア案が提案された後で、ニュージャージーの大議員、ウィリアム・パターソンがその案を熟考するために休会を求めた。連合規約の下では、各方が完全に平等であり、各方は議会で一票を持っていた。バージニア案は、議会の両院が人口に比例する議員数で構成されており、小さな国の力を制限する恐れがあった。 6月14日と15日に小さな国の大議員が集まってバージニア案への回答を作った。その結果がニュージャージー案となり小型国案とも呼ばれるようになった。ウィリアム・パターソンのニュージャージー案は究極的にバージニア案への反論であり、会議の当初の計画に大変近く、連合規約の中の問題を修正してその改定案になっていた。 ニュージャージー案では、現行の連合会議が残るが、課税や、その徴収を強制する権限が与えられることになっていた。行政府が作られ、議会によって選出されることになっていた。行政府は一期を務め国知事の要請で、リコールできるものとされた。またこの案は、終身制の司法府も作り行政府に指名されることとした。 最後に議会が設定した法は国法に優越することとなっていた。ウィリアム・パターソンが6月15日の会議にその案を報告したとき、最終的には拒絶されたが、小さな国がその信念に基づいて集まるポイントを与えた。アレクサンダー・ハミルトンはニュージャージー案にもバージニア案にも満足せず、独自の案を提案した。 それは、イギリス政府の仕組みに似通っていたために、イギリス案とも呼ばれている。ハミルトンはその案で、国の主権を奪うことを提唱した。この案では二輪制議会とし、下院議員は三年任期で住民によって選ばれると、した。上院議員は住民によって選出された、選挙人によって選ばれ、終身任期とした。この案では選挙人に選ばれる、終身任期の知事も定め、 法案に対する絶対的な拒否権が与えられていた。国知事は国家議会によって指名されるとし、国家議会は国法に対して拒否権があるとした。ハミルトンはその案を6月18日の会議に提出した。この案はよく考えられたものとして受け取られたが、あまりにもイギリスの仕組みに似通っていたためにあまり考慮が払われなかった。コネチカット国の大議員。 ロジャー・シャーマンが作成したコネチカット妥協案は6月11日に提案された。シャーマンは、第一院の議員配分は、それぞれの自由住人に比例すべきである。第二院すなわち上院では、各方が一票あるいはそれ以上を持つべきであると主張した。ロジャー・シャーマンは大議員の間ですかれ尊敬されていたが、その案は当初失敗した。 代表問題が決着したのは7月23日のことだった。多くの問題が未解決で残っていた。中でも最も重要な問題は奴隷制をめぐる議論の多いものだった。アメリカ植民地には人口の約5分の1の奴隷がいた。その大半は南部植民地に住んでおり人口の40%に達していた。新憲法の下で 奴隷制が許され存続するかが北部と南部の間の論点になり、南部のいくつかの国は奴隷制が認められなければ合衆国に加入することを拒むとしていた。奴隷制に関連して最も論争を生んだ問題点の一つは、奴隷の数が議会における代表数を決めるための人口の一部として数えられるか、あるいは代表を送れない資産と考えられるかという、 疑問だった。奴隷人口の多い国からの代議員は、代表数を決めるときは、人間として考えるべきであるが、新しい政府が人口をもとに国に課税するならば、資産と考えるべきと主張した。奴隷制が消滅あるいは消滅しようとしている国からの代議員は、奴隷が課税の根拠に含まれるべきであるが、代表数を決めるときは含まれるべきではないと主張した。 最終的に大議員のジェームズ・ウィルソンが5分の3妥協案を提案した。結局この案が会議で採用された。会議におけるもう一つの問題は奴隷貿易に関するものだった。中の国はすでにそれを違法としていた。多くの大議員は熱烈にそれを非難したが、残りの3国、ジョージア国とノース及びサウスカロライナ国はもし奴隷貿易が禁止されるならば、 会議の場から立ち去ると同括した。奴隷貿易は異論の多い性格のものであったため、この問題の決着は延期された。会議の大議員たちは奴隷制に関わる論争のために憲法が批准されないことを望まなかった。連邦議会は奴隷貿易を禁止する権限があったはずだが、実際には20年以上経った1808年に禁止した。 7月、遅く、この会議は、合意に達した事項に基づいて、文書の総合を作るために、委員会を指名した。議論と調整に要した1ヶ月後、第2の委員会であるが様式を呼び、政党委員会ができて、委員長は、ガバヌア、モリス、委員に、ハミルトン、ウィリアム・サミュエル・ジョンソン、ルーファス・キング及びマディソンが参加して、最終項を作成し、 9月17日に署名を求めて提出された。モリスは当時から現在に至るまで感動的な序文を含め最終項の主要な起草者と認められている。大議員のすべてが最終結果に満足したわけではなかった。ある者は署名の前に会議から離れ、残っていた者も3名は署名を拒んだ。 バージニア国のエドムンド・ランドルフとジョージ・メイソン、マサチューセッツ国のエルブリッジ・ゲリーだった。ジョージ・メイソンは憲法を支持する条件として、権利焦点を要求した。権利焦点は、最終的に付け加えられることになり、この会議における最後の妥協と考えられている。いくつかの国は憲法を批准するときに、これらの修正を具体的に求め、別の国は、権利焦点が、 まもなく追加されるという理解で憲法を批准した。憲法に署名した39人の者も,もおそらくは誰一人として完全に満足した者はいなかった。その見解はベンジャミン・フランクリンが次のように巧みに要約した。この憲法には今も認めていないいくつかの部分があるが将来も決して承認しないかは確かでない。我々が開いた会議とは別の会議を開いてもより、 マシな憲法を作ることができるかについても疑問である。それゆえにこの仕組みが完全なものに近づいていくのを、見るのは私を驚かせ、また私の敵をも驚かせるだろう。ありがとうございます。